クエロンはフランスペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。歴史的なブルターニュの一部で、歴史的な地方区分では、米南手に属する。県におけるクエロンの位置クエロンは、ロワール川の北岸、南都の西 16km に位置する。1999年の INSEE の作成した順位表によれば、クエロンは都市型コミューンで、 なんと都市単位を構成する24の郊外コミューンの一つである。シオンドブルターニュと呼ばれるアルモリカ3階のオーネがクエロンを交差している。ロワール川に沿ったコミューン南部と川の目印となる場所がその外観と川口システムを形作っている。コミューンの北側を流れるシェジーヌ川はロワール川の支流である。オーデュボンシッチはコミューン面積4400ヘクタールのうち 約半分を覆っている。オーデュボンシッチロワールから眺めたクエロンの街並み15世紀、初頭、クエロンは少なくとも一部が、ブルターニュ公の領地となっていた。その頃、ブルターニュ公フランソワ2世は、ブルターニュとフランス間の戦争を集結させる条約に、フランス王シャルル8世の代理と署名したところだった。この条約によって、ブルターニュを継承する権利を王に与えたことになった。 フランソワ2世は1488年9月9日、一人娘アンヌ・ド・ブルターニを残してクエロンにて死去した。この時代のクエロンは老年校のおかげで、なんとの選手たちが荷を移し替える場所の一つになっていた。公安活動の最盛期は1620年から1740年までだった。老年公には、軽流地や腕木通信等、商船長官、税官、 ロワールの水先案内人事務所があった。そこには、ガラス製造業もあった。ジャンニコラドライ・デュメリーのガラス工房が創設されて、18世紀終わりには重要性を増していた。工房は1781年に創業を始め、ルイ16世は1784年3月31日に、木材ではなく、石炭を提供して創業する特許状に署名している。 この建物の一部は、その後石鹸工場に転換され、現在も残っている。19世紀のクエロンは工業化で特筆される。初期は、地元企業によってであったが、むしろ大規模工場が2カ所あったアンドルの交渉に近いためであった。ガラス製造のほかに、1860年代のクエロンには小規模の製造業が見られた。レンガ製造、ビスケット製造である。 目だった変化は、1861年に、ロワール川沿いに精錬所社及びポンジ棒、圧縁機によって金属加工工場が導入されたことである。ここでは最初、スペインやサルデーニャから運ばれた鉄鉱石を扱い、その後、真鍮や銅の圧縁機が導入された。クエロンの人口の約25%が工業と関係があった。1896年、 社会主義活動家が労働者共同組合イラフラテアニーテを結成している。第一次世界大戦中と戦後、労働者を必要としたクエロンとアンドルでは植民地出身者や外国人労働者が流入した。彼らはシャボシエールやベソノー、ボシスといった地区を作って住んだ。1934年にはおよそ1500人の外国人、主にポーランド人が暮らしていた。 1920年代には公共の場に施設建設が進められた。1927年の図書館、パリのベロドローム・ディベールをモデルにした、競輪場である。街には一時は、ポーランド人地区があった。その後のシャボシエール地区には、スペイン内戦で母国を脱出した、スペイン人たちが、大勢住むようになった。創イコール1999年まで、LDH, イヘス。 カシニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。